大横綱で白鵬関っていうのはもう一番強い横綱です。横綱になったのがもう12年か13年目ぐらい入ってますんで、もう丸々もう13年ぐらいになります。自分の知り合いの人でもたまに電話かかってきたら言うんですよ。他のお相撲さんはすぐ乱れるけど白鵬関の頭なんで乱れないんだと。嬉しい電話です。床山の床八こと加藤明です。床山のは13歳の時に入って丸52年になります。他のスポーツとか格闘技あるけど断然ね、普通の歴史が長いスポーツだし、もう相撲のっていうね、その明治とかそういうその前ぐらいから相撲っていうのがあったわけじゃないですか。今お相撲さんで今ちょっと格好でみんなこういう曲げ打った後みんなこれ左とかね、右とかそういういろいろな曲げてますけど、昔の人ってまっすぐだったんですよね。普段のあれは、まあ、普通のちょんまげで、それこそ 4,5 分でぐらいでできるような、その大いちょっていうのは重量以上のしかできない頭なんですよね。まあいつでもっていうことはないけど、その部屋の行事とか結婚式とか斬波都式とかですね、まああと本場所、まあそういう時ぐらいですね。おいちょっていうのはアイスピックみたいなもんでこういう形で広げるんですよ。これが本当にあの力入れてもダメし、肩から力入れるとお相撲さんの髪の毛切ったり、本当これは本当難しいです。大きいそのイチョウの葉の似てるから、それでおいちょっていうのが見ついたんですよね。日本髪とかなんかいろんな使ってる櫛とかいろいろありますけど、木のあれの質が全然違うんですよ。これはもう最初に洗い虫で髪の毛を研ぐ大見つけ油、瓶漬けと言います。これは油伸ばしたりツヤ出したり汚れを取る櫛です。すき櫛と言います。でこれが最後の揃い櫛で髪を整えてフィニッシュを決める櫛です。これはもうおいちょしか使わない前かきと言います。でこれがあの曲げ棒といって お衣装に使う道具です。いや言い方っていうものは大体一緒なんですけど、いろいろその人によって癖があるんですよ。背景は熱量があるんですけど、それにいろんな面で技術っていうかそういうのは一応ある程度問われます。あと、ね、仕事内容ですよね。ちゃんとその真面目にやってるかとか、まあ、そういうのはいろいろ問われますから、同じ仲間の信頼感も必要だし、自分もここまでね技術に磨けたのも今までいろんなお相撲さんに頭実験だとかいろんな頭やらせてもらってきたおかげじゃないですか。床山って職じゃなだけじゃなく相撲社会も今本当に家族的な部屋になってるじゃないですか。